こんにちは、千秋です。今日は今までお話ししたことがなかったことをお話しします。以前ロンドンに住んでいました。今はロンドンから1時間半ぐらい離れたところに住んでいるんですけども、実は私お金持ちだったんです。嘘です。はい、以前に住んでいた場所、ロンドンのロンドンブリッジって皆さんご存知ですか？すごいね、観光客が多くて、ワンダイレクションご存知の方は、ワンダイレクションのね、ある歌があるんですよ。どの歌か忘れちゃったんですけども、ロンドンブリッジ駅の近くにあるタワーブリッジっていうのがあるんですね。はい、大きい橋です。その橋の上でワンダイレクションの、5人のボーイズは歌っていました。その橋から、数秒離れた場所に私は住んでいたんですよ。お姫様だったんです。はい、一言で言うと、私はすごくすごくすごくラッキーでした。だからそこに住めていました。どういうフラットだったかと言いますと、テムズ川がございますよね。テムズ川のもうその目の前にあるフラットです。なんかね、柵で囲まれていて、コンシエージがあるんですよ。ホテルのフロントみたいな感じで、コンシエージがあって、24時間その方々が管理をしています。なので、夜遅く帰ってきても安心ですね。普通の家は、むき出しというか、普通に、自分で鍵を開けて入るっていう感じなんですけども、そのフラットは専用のキーがあって、ピッてしないと門が開かないんですよ。その門から入って、でまた違うドアがあって、でそのフラットに入っていきます。でそのフラットの建物の中にはジムもあります。そしてサウナもありました。ロンドンでこういう場所に住むとなると、すっごい高いんです。隠す必要もないなと思って、いろいろ暴露していきます。じゃあお値段、タイトルにも書いたのでわかると思うんですけども、そのフラットだけで、フラットというと家ではなくて、みんな知ってると思うんですけども、フラットというのはその、なんていうんですか、ワンフロアだけですね。私が住んでいたフラットは3つのお部屋があって、2つのバスルームがありました。1つは大きい部屋の中に入っているものと、もう1つは別で、はい、キッチンの隣にありましたね。で、ちっちゃいキッチンがあって、ラウンジがあるんですよ。ラウンジにベランダがあるんですけども、そのベランダからは川が見えるんですよ。川というか、人工の水なんか噴水とか、そこに湖があって、こういう金魚とか、魚が泳いでるんですよね。はい、そういうものを見てちょっと安らげるという、ちょっとリッチな雰囲気のあるフラットでした。買うとなると、その一室だけ買うとなると、今だと1億円です。調べたんですよ私どういうところに住んでるのかなと思って、1億円でしたびっくりしすぎて、メンタルも1ミリ出てしまった。本当にそこに住むとなるとかなり高いんですよ。かなり高い。ロンドンブリッジなんて観光客がもうたくさん毎日いるぐらい人気な場所です。近くには有名なボロマーケットもあります。はい、なぜこういう私が住めたのか、特にお金持ちでもないのになぜ住めたのか、すごくラッキーだったんです。Believe or not、信じるかどうか、信じてください。私は、そのフラットに住んでいたんですけども、そういういい生活、もしくは一歩間違えるとホームレスになっていました。ホームレス、なぜかというと、私はあるフラットを出なければいけなかったんです。もうあと3日で出ようと思っていて、で忙しく家も空けるし、ほとんどイギリスの家にはいないから、ホテルに泊まろうと考えていたんですね。はい、でホテルを探していた時に、むしゃくしゃむしゃくしゃいろんなことがあったので、一人でパブに行きました。パブってご存知ですか、皆さん。イギリスのパブは、日本でいう居酒屋みたいな場所ですね。みんなビールを立ちながら飲んでいたり、もうわっさかわっさかおしゃべりをしている場所です。日本の居酒屋ほどお食事は美味しいかというと、ちょっと首をかしげる、ちょっともう90度ぐらいかしげてしまうんですけども、すごい人気の場所ですね。イギリスといえばパブっていうほどです。そこにね、なんと私は一人で行ったんですよ。その日が、初めてで最後でした。ちょっと待って、一人でパブに行くなんてのは初めてで、その日が最後でしたっていうことです
まあ、お酒を飲む場所に一人でなんて行けないんですよ本当は。そうだけどもその時はそういうことなんて関係なしにもうむしゃかさむしゃばわっさかわっさかしていたのでもうどうでもいいやと思って一人で行ったんですね。でその時にちょうど隣に座っていた隣のテーブルに座っていた3人の男性が、弁護士の方々だったんです。で私がムッとした顔でこんな顔でチャカ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 あるレターを書いていました。パブっていうのはみんな楽しむ場所じゃないですか。お酒飲みながらアハハって笑ったりお友達と一緒に楽しい時間を過ごす場所。そこで日本人の私は一人でムッとした顔でもうこういう感じでそう座っていたのでこの隣の男性は心配してくれて声をかけてくれたんですね。 Are you okay? どうしたのっていう感じで、でその時に、私あ大丈夫ありがとうって言ってまたちゃ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 パソコンをしていました。なんかいろいろ探していたので、はい、でその時にどうしたのなんかあなたハッピーじゃないように見えるみたいな、そう、まあ、そこまで突っ込まれると私もねすごい悩んでいたので、その時はイギリスに来てまだね数年しか経っていない時だったんですよ。2年くらいだったかな。なのでそんなに知り合いもいなくて、そうで話したんですね。実はねこういう問題に直面しているんですと。そしたら、3人のこの男性は自分たち実はね弁護士なのって言ったんです。あらまあドラマのようです。私が行った場所というのはカナリーウォルフという場所で、カナリーウォルフは結構ねバンク銀行とかいろんなそういう会社が立ち並ぶ場所なんですね。ソリスター弁護士の会社もたくさんありました。なのでその場所にはそういう方々が集まっていたと思います。でその時にこんなタイミングってあると思って最初は信用していなかったんですけども、その中のある男性が言いました。そういうふうに家を探していて、そう行く場所もないんでしょ今って No, ないないあと少しでもう I'm ready to be homeless みたいな、私はもうホームレス覚悟ですって言ったんです。そしたら実はね自分の家使っていない部屋がありますって言うんですよ。そうなんですか。自分の奥さんも違う部屋を使っていて、その一室はもう物置倉庫として使ってるから、もしよかったら見に来ないっていうことで、はい、そういう風に会話が始まったんです。でただの男性だとちょっとねまあ出会ってすぐどうだろうって思うんですけども、奥さんの方とこうメールでやり取りをして、でぜひ見においでよということだったので、次の日に実際に、見に行きました。その家がロンドンブリッジだったんです。なので私は本当に運よくタイミングよくいい人に巡り会えたんですね。はい、ちょっともう感情が高まって噛んだ今で、このね奥さんもすごい素敵な方で優しくて、そうもう本当にウェルカムって感じで、はい、助けてくれたんですね。その時、まあ、あんまりね私の友達にも言っていなかったんですけども、1ヶ月間は無料で済ませてくれたんです。はい、本当に感謝します、ありがとうございます。はい、1ヶ月ね無料で済ませてくれて、そうでこの奥さんもねたまに私がフライトから帰ってくるとサラダとか美味しいご飯を作ってくれたんですよ。はい、すごい楽しかったです。その後から家賃を払い始めたんですけども、いくらだったかって気になりますか？私もはいすっごいすっごいラッキーだったので、あんまり友達にも実はその時行っていなかったんですね。多分この CA 仲間の中でも一番安い値段を払っていたと思います。一番いい場所に住んで一番安い値段を払っていました。いくらかと言いますと、チャラララララポン450ポンドです。はい、450ポンド日本円にすると6万ぐらいですかね。ガス代すべて込みです。インターネットも込みでした。今450ポンドでロンドンに住むとなると本当に小さい場所にしか住めません。もちろんシェアになるし、もうお部屋もね本当にベッド一つしか置けないぐらいのスペースだと思います。いいエリアになるとこのロンドンのゾーン1とかゾーン2、このねゾーンで数えるんですよ。
ドは。そうで、この一番中心はゾーン1なんですよね。でゾーン2、ロンドンブリッジ2ぐらいだったかな、すごい高いエリアなんですよ。なのでもう本当に運が良かったですね。私が今住んでるこの家は結構ね、まあ、大きいというか2階建てで、お部屋はダイニングルームと、私が寝てる寝室、もう一つゲストルーム、小さいお部屋、もう一つはねスタディールーム、パソコンとか置いてる場所、5つのお部屋があってラウンジもありますね。でお手洗いは3つあります。この大きい家の値段とロンドンで買うワンフラットの値段ほぼ同じなんです。もうどうするか迷いました。ロンドンで過ごして小さい部屋に住むか、もしくは少し離れて大きい家を買うか、はい、大きい家を買うことに決めました。そう、久しぶりにちょっとどこかに穴が開くほど悩んで悩んで悩んでみきった結果でした。で今ガーデンもありますね、あっちに。ちょっと綺麗にしたらビデオに移します。今まだね雑草しか生えてなくて、わかります？ロンドンとロンドン外の値段ってこんなに違うんですよ。ロンドンの駐車場、一つの駐車場だけでそれだけで300,000 pound なので、まあいくらになる、4,000万、ちょっと待ってよ。そのね駐車場だけで今調べてます。300、計算ができない。 300,000 pound is gonna be 4,300万ですね。まあ、大体4,300万、一つの車庫でですよ。高い、かなり高い、ロンドンは。なのでロンドンに住むと、私も4年ぐらいロンドンに住んでいたんですけども、もう私の友達みんながロンドンに住んでるってすごいねって言ってました。実際中身をこうグググッとズームインして見てみると、ちょっとね違うライフスタイルなんですよ。ロンドンの家って古いですね。古いものがおしゃれでいいもの、綺麗なものって見なされているのって、結構ね何百年と使ってるお家でもそのままこうねリフォームしたりして使い続けています。だからこそよく故障する。私がその前に住んでたところはウィンブルドンだったんですよ。そうで、そこはね水の手がすっごい悪くて、冬になるとパイプが固まって、イギリスすごい寒いから、それでお湯が出なくなるんですよ。そうでね、一番辛かったのはフライトから帰ってきてもう疲れてるし、そして体も冷え切って寒いし、こんな寒い中ね空港からヒールで歩かないといけない、冷え切ってお家に帰ってくるとお湯は今日出ないよって言われたんですよ。あーもうガンガガガーンみたいな、そういうことが何度かありましたし、まあ水が出るだけでもまだいいんですよね。水が出なくなったところもあります。あ、私の友達は水が出なくてお風呂が数日間入れなかったんですよね。なのでジムに行って自分のお風呂に入ったりっていうことをしてる方もいました。いろんなトラブルが結構ロンドンの家には発生しています。はい、もう綺麗な家であってもやっぱり古いから家のどこかに穴が開いてるんですよね。そう、その穴から誰かが来るんですよ。この誰というのはミッキーですよ。出てきましたね、ミッキーなんて見たことがなかったのに意外に可愛かった。ネズミがね出てきたりとか、こう家をすり抜けて穴を見つけて入ってくるんですよ。そうだからね、びっくりしたわ。旅行で見てる分にはすっごいいい街で住みたいなって思うけど、かなり高い家賃を払わないと綺麗なところには住めないですね。でまあ今だといくらぐらいかな、15万払ってもフラットです。みんなとシェアしなければいけません。一度私もネズミさんが嫌になり、ちょっと高いところに住んでいました。すごいね綺麗なお家だったんですね。15万払ってもまだシェアなんですよね。何とシェアしてたかな、5人とシェアしていました。はい、一つのスタジオとか一人だけのフラットを借りるとなると、まあ、それこそいくら2000ポンドは最低払わないといけないと思いますね。まあ20いくらかな、25万とか、2000ポンド今30万ですね。月に30万とか払わないと、そう一人だけのフラットっていうのが設けれないですね。はい、このぐらい高いし、そうなので住むとなるとロンドンはかなり高いですね。あとね、一つだけ皆さんに伝えたいことがあって、ロンドンのレストラン行くじゃないですか。
私もね知らなかったことなんですよ。レストランでお食事をしますよね。でレシートをもらってお会計をするときにそのプライスにチップがすでに含まれているんですよ。で、ね、すごい細かくいろいろ書いているのでいつも見落としてしまってチップを払っていました。でもそれってダブルで払ってることになるんですよ。そうだからほとんどの場所はもうね 12.5% が普通ですね。 12.5% から 15% のチップが含まれているのでレシートで必ず確認した方がいいと思います。まあ含まれてないところもたまにあるけどほとんどが含まれていました。はい、ということなので皆さん気をつけてください。でもねロンドンはね本当にいろんな空気が味わえるので大好きですね。はい、まあ、フライト終わってもお友達と会ったりして、はい、ちょこちょこロンドンで遊んでいるんですけども、はい、またねロンドンに行ったらブログとか撮りたいと思います。はい、ってことで今日は私がもともと住んでいたロンドンのフラットのお話をしてみました。この話で大体のねロンドンのフラットの値段が分かったかなって思います。はい、ということで今日はこの辺にしたいと思います。今日もご視聴どうもありがとうございました。私のインスタグラムとチャンネル登録もお願いいたします。皆さんのロンドンのお気に入りの場所はどこですか？教えてください。私ね、ロンドンですっごいお気に入りのアフタヌーンティーの場所があるんですよ。かわいい、心にお花が咲くようなかわいい場所なので、今度絶対そこでブログを撮りたいと思います。おしゃれな女性に、ね、なった気分になるので、はい、です。猫ちゃんも聞き飽きてあっちで寝ています。はい、ということでご視聴どうもありがとうございました。それではまたねー。バイバイ。